はい、そして本日さんの照り焼きです。今日シカゴに到着しました。風がすごく寒いです。今もマイナス8度です。すぐそばにありました。今ホテル部屋入りましたね。はい、今日ね来るときにセントリアから成田まで飛行機で行って、成田から、シカゴまでっていう形で、飛行機を来ました。で、成田での乗り継ぎ時間っていうのが1時間なかったものですから、カバンにこんな感じでねシールがつきました。ホって書いてあるんですよね。これは、乗り継ぎ時間が1時間ない場合、急いでくださいねということで、貼るらしいんですよ。こんなん僕は初めてですね。で、今日、非常に成田空港が風がすごかったらしくて、飛行機で行ったはいいけど、成田にね、到着する、着陸するのに、少し時間がかかってしまいました。着陸する瞬間に飛行機が非常に揺れてしまって、中でも、本当に大丈夫なのかよって感じだったんですけど、なんとか着くことができました。で、今度成田からシカゴに飛行機で行くわけですが、その時に、やっぱりね、飛行機が、風の影響で、離陸が渋滞してしまってですね、少し待たされる状態になったんですね。はい。で、飛行機が離陸した時も、飛んだはいいんですけど、もうジェットコースターのようにですね、椅子からお尻が浮くような状態というのがあって、周りが飛行機が中がね、どや騒ぎになってたってことがあるんですけど、なんとか飛ぶことができました。で、ホテルここ、ウェスティン・ロンバート・ヨークタウンセンターというホテルなんですけど、すぐそばにですね、こんな感じで、今、部屋から見えるところですけど、駐車場があって、すぐそばにスーパーマーケットがあります。ただね、近いんですけど、雪が壁のようになっていてですね、車の通ったところしか通れないという状態で結構大回りして、スーパーマーケットまで行きました。で、スーパーマーケットで何を買ったかというと、こんな感じで、つまみと、あと日用雑貨を買いましたね。もう肌が荒れるので、寒いので乾燥しているので、ちょっと、フェイスローションですね。あとはもう水、必ず必需品です。買ってます。はい、こんな感じで、シカゴ1日目、到着いたしました。ホテルのすぐ隣のスーパーマーケットです。ホテルは、ここにあります。でも、近いんですけど、雪の壁になってます。雪の壁になっていて、上に上がれません。近道をしようと、すごい雪が。こんな感じになりますね。